なんだか昔から楽器ができないやつはジャズを語るなみたいなことがよく言われているみたいなんですけれども果たしてそうなのでしょうかというのが今回のテーマです、まあ、結論から言うと私は別に楽器ができなくてもジャズは楽しめると思いますただし楽器を知っていた方がよりジャズは深く楽しめるかなとも思っています まあ別に、ね、全員が楽器奏者なわけじゃないですし多くのリスナーの人はむしろ楽器やらない人の方が多いと思うんですね。でジャズマンだって別にあの楽器やってない人に向けて自分たちは演奏しているという自覚はあると思うんですよね。だから必ずしも鑑賞者は全員が楽器弾きである必要はないとは思うんですよね。それは料理も一緒で例えば、あのー、ご飯食べる人のまあご飯というかね料理食べる人の多くが別に料理研究家でもなければプロの料理人でもないですよね。ただ あの、今自分の目の前にある餃子が、まあ、例えば餃子だとしますよね。あの、餃子の中に、皮の中に包まれている食材の内容がわかんなくても、誰もが別に餃子美味しいなって食べれるじゃないですか。だけれども、今自分が食べている餃子の中に、皮の中にあるのが、ニラが入ってるのか入ってないのか、白菜なのか、ひき肉なのかとかね、そういう隠し味に生姜が入ってるとか、そういうことは知っていた方が、より、あの、 楽しい気分になるというか食べてて楽しいかなとは思うんですよね。まあそれも個人差あると思うんで別に全然ただの塊じゃんおいしきゃいいじゃんっていう人もいればあこれは あ白菜じゃなくてキャベツも入ってるなとかねそういうのが分かりながら食べた方がより美味しく食べれるっていう人もいるたりもするのでそれはもうその人の体質というか性質の差なんじゃないかなと思っています楽器もそうですよね例えばモーニンっていう曲というか演奏ありますよねアートブレイキザジャズメッセンジャーので出だしのたた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 と弾かれている楽器の音は これはピアノの音だって分かんないで聞いても別にまあ楽しめるかもしれませんけれどもタッタタッタタッタッタ,タの音はピアノの音だと分かった方がまあ楽しいかなとは思うんです私の場合はでさらにまあここで止まっちゃってもいいんですよこのピアノの音がいいよねみたいなのでも別に楽しめますしさらにこのピアノを弾いているのはボビー・ティモンズだねって知っていた方が楽しめる人もいますよねでさらにこのボビー・ティモンズは おじいちゃんかな確かな確教会でオルガン弾いていた人だからやっぱちょっと教会っぽい感じというかちょっと粘っこいフィーリングがやっぱりおじいちゃんの遺伝なのかなみたいなそういうサブ知識みたいなのがあった方がよりもっと面白く聞けるっていう人もいたりもするのでどのレベルであの楽しめるのかっていうのもきっとその人それぞれだと思うんですよね。 なので、まあ、楽器の音色と楽器の種類ぐらいはでも最低限知っといた方がいいと思うんですけれどもドラムの音を知っといた方がいいですしあとベースの、ね、こう低音の楽器ボンボンボンってなってるのはこれはベースだっていうぐらいの知識はまあ,あった方がいいと思いますねでもそれって別に楽器をやって初めてわかることじゃないので無理して楽器やる必要はないかなとは思うんですねただ楽器やることによって感傷が深まる 紅葉みたいなのも確かにありまして、まあ、例えば J ・ J ・ジョンソンというトロンボーン奏者はすごいとよく言われているとだけどピンとこなかったとじゃあトロンボーンを習ってみましたとトロンボーンを手にすることによって初めて J ・ J ・ジョンソンってもう化け物のようにすごいテクニックの持ち主だということが初めて分かるという人もいたりもするのでそういう楽器を始めることによってジャズマンのすごさっていうのをより深く実感できるという紅葉はありますよね。 それとか逆にあのジャズ圏時代の先輩にですねあの <laughs> マイルスが好きな先輩いたんですけどもねあのマイルスって昔はまあカップミュートつけてたんですけどその後まあトレードマークの音色となってハーマンミュートってあるじゃないですかで先輩がそのハーマンミュートをトランペットに取り付けてそれであのデコイの「テラララタターパパー」とかあとマイルスの「テララララララ」みたいなあの「ラウンドミッドナイト」吹いたりすると。 先輩それマイルスじゃんってもう本当に簡単にマイルスの音色できちゃったりもするんでそんな難しいことをやってなかったりもするんですよだけど逆にそのタイミングの難しさみたいなのとかねそういう誰でも簡単にマイルス慣れちゃったりするんですよあのハーマンミュートの先に取り付けてそれでマイクギリギリ近くまでにそのトランペットを近づけて吹くと。 それがもううつのマイルスになってしまうとだから意外と簡単に慣れちゃうじゃんってことも分かったりもするんですよね難しさが分かると同時に意外と簡単だとまあネイド面では簡単だとニュアンス面とかねそういったリーダーシップとかそういったのはまた別なんですけれどもだから簡単にマイルスごっことかできちゃったりもするんでそれで遊んだりもしていたんですけれどもなんだ意外とマイルスってすごい深刻ぶってなんか <laughs> すごいことをやってるなあなんていうふうに あの、トランペットやってない人は思いがちかもしれないですけど、ネイド面でに関して言えば、意外と簡単に真似ができちゃうんだなみたいなね。だからマイルスは別に。 音色はもちろんそうかなのかもしれませんけれども他のことに気を配っていたのかななんていうこともそういう楽器を私自身トランペット吹いたわけじゃないですけど人が吹いているのを間近で見たりとかね説明聞いたりしているとあそうなんだみたいなねだから自分の鑑賞のポイントが修正されたりすることはあります楽器を知ることによってね。なので別にその人がどこまであのジャズ鑑賞に求めているのかにもよって よるんですよねでも別に楽器できる必要は全然ないと思いますい逆にですね聴 <laughs> かない方が良いということもあったりもするんですよつまり テクニックみたいなことばっかりに目が行きがち耳が行きがちになってしまうという落とし穴もあったりもするんですよねあの下手に楽器できてしまうがためにあこれは簡単だねとかあこれは難しいねとかねあすごいことやってるねこれなかなかあの無理だよとかね <laughs> そういう難しいとか簡単とかそういう目線で振り分けてしまう。 あのことはやっぱり楽器奏者にありがちなことだとは思うんですけれども、まあ、それはそれでいいとは思うんですけれどもその先にあるねミュージシャンが表現したい意図みたいなものを聞き逃してしまう可能性はあったりもしますね。で逆にあの 全然やらないことによってて見見えてくるる逆にに俯瞰的に見れることもあったりもするんですよ例えばこのミュージシャンがやろうとしていた意図はどういうことなのかっていうあの目先の楽器のテクニックとかそういうことを超えてもっと奥の深いところにあるものミュージシャンが何を目指そうとしたのかみたいなものを聞き取る力っていうのは意外と楽器ができるできないっていうようなそういう先入観を取った上で。<laughs> 見た方が結構考えやすいというか感じられるという人も いいたりはしますす全全員が全員がじゃないと思うんですけどね、まあ、例えばですけれどもあのもうお亡くなりになってしまいましたけど中山樹さんっていう評論家いらっしゃるんですよね。で中山さんの場合は楽器一時期ギターやってたたことはあるみたいなんですねやっぱりビートルズも好きだったので、まあ、あとビーチボーイズとかも好きだったっていうこともあり一時期ギターを見よ見まね、あ、で高校時代ぐらいですかねやったことあるんですけど全然上達しなかったからもううんやめようと思ってその代わり俺は楽器のプロにはならないその代わり聴くプロ,にプロになろうと。 思ったみたいですね楽器のプロは諦めた分だけ聞く側のプロになってやろうとあの本当に決意したみたいなんですねそういう話聞いたことありますで、やっぱり中山さんの論考っていうのは その楽器をやらない人なりの見え方なんですつまり広く見渡してるんですね。1曲1曲とか1。小節ごとのその楽器奏者のテクニックとかそういうことにはあんまり反応しないんですよね。その代わり、例えばほらまあ、マイルス研究家で有名な方でもあったので。すごくマイルスの。 録音をこう時系列順に追いかけることによって、こうひどくマイルスがどう変化していったのかとかま、マイルスの表現意図みたいなものとか、そういうのを全体的に総論的にこう見ることができて、実際にそういうのを語った本とかいっぱい出されているわけですよね。だから、そういう抽象化するというか、全体像みたいなもの。それとか。 あの歴史のつながりみたいなものを全体的に見てその中におけるそういう時期においてこういう表現なんだというねこうひどい全体の中から一枚のアルバムを語るみたいなねそういうような視点を持つこともできたりもするので下手に楽器ができたりするとここでの表現はこうだからみたいな格論で反応してしまいがちになってしまうこともあったりもするんですよね。 だから、まあ、別にできてもできなくても私はいいと思うんですよね。あの例えばですけれども、まあ、ジャンルは全然違うんですけれどもほら庵野秀明監督っていらっしゃるじゃないですか最近だと「シン・ゴジラ」で結構、ね、有名になられた方有名な方ですけれども、まあ、その前は「エヴァンゲリオン」の監督としてやっぱりこう有名ですよね。で 庵野監督の表現意図っていうのは表現意図というか伝えたい。モヤモヤとしたものっていうのは結構学生時代から一貫してると私は感じてるんですよ。私は全然アニメーションって一回も書いたことないですし、アニメの技法とかそういうの全然わからないんですよ。だけども、庵野監督が作り出す。作品っていうのは、それは仮にアニメのエヴァンゲリオンであれ、特撮のシンゴジラであり、あるいは。 あの学生時代ぐらいの時若い頃に自主制作フィルムみたいなものでほん手作りで撮った特撮の「帰ってきたウルトラマン」であれ「ウルトラマン」であれ「ゴジラ」であれ「エヴァ」であれなんか全然あの技法とかあのメディアとか表現手法は違うんですけれども描かんとしていることってそこの。 庵野監督の先にあるこうもやもやしたものみたいなものっていうのは意外と一貫して統一してるんですねただあの登場する主人公だったりとか世界観の設定が違うだけで世界観の設定じゃないな、ね、世界が違うだけで世界観っていうのは庵野監督結構私は似てるんかなとは思うんですよねただ形を変えてあそれがたまたまゴジラというアウトプットなのかエヴァというアウトプットなのかあるいは アニメというねメディアを介しての表現なのかあるいは特撮を介しての実写を介してだけの違いだと思うんですよねなんかすごい世界は一貫としてるんですよねテーマその人が持っているようなテーマ例えばほら「ムンクの叫び」ってあるじゃないですかあの有名な <laughs> 一枚の絵だけじゃないんですねムンクは多分あれが彼の内的なんか心象風景なんでしょうねだからあの油絵だけじゃなくて版画でも描いていたりいろんなモチーフで描いてるモチーフというか いいろんんなこう表現でででああのの構図であの絵描いたりもしてるんですよねなんか描きたかったものをいろんな形で表現しているとだからそういうのって別にそういう絵ができたりとかアニメーション制作に関わったことがあるなしみたいなことは関係なしに、うん、なんかこの人 表現者が内面に抱えているものの共通点みたいなものはあるぞって感じられることはできるので、別にできるできないはそれは関係ないと思います。どれだけじっくり鑑賞しているのかの差だけだとは思うんですよね。で、まあ例えばアニメーションを専門的にやっている人からしてみれば、この新ンゴジラってああのあ言われてみればそうだねと思ったんですけど、だいたいアニメっていうのは、 この数秒単位でどん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 カット割りが進んでいくシーンが変わっていくみたいな、まあ、変わんない場合もありますけど1、まあ、つの単位がなんか数秒らしいんですよ7秒か6秒。か6だから「シン・ゴジラ」っていうのはあのどん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 目まぐるしくいろんなシーンが畳みかけるように積み重なっていくのはあれアニメーションの技法だよねさすがアニメの監督だよねみたいな。 見方もあるんですそれアニメやってる人の独特の見方なんですけれどもまあ言われてみれば確かにと思うんですねも次から次へとどん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 シーンが変わっていくんですけれどもだからあのアニメーション見る人か作ってるとかね作ったことがある人からしてみればその畳みかけるシークエンスねこれアニメの手法だなってパッとわかるんですけれどもその7秒単位でアニメーションっていうのはこう カットがが変わっていくってていいくことが分からない我々が見ても私の場合はあのそのどん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 シーンが変わっていく畳みかけるのはその緊迫感次から次へと情勢が変わっていく対応にあの翻弄される日本,日本政府みたいな感じの緊迫感みたいなのが出ていていいなみたいな感じなのでまあその技術的なことを知ってる人の見方とあの全然知らないで見ているけれども緊迫感あるなっていうような感想を持つのだとそれはやっぱりあのやったことがあるやってなかったが やったこととがないという人の差だとは思うんですねね感じ方の、ね、だからまあやった人はやった人なりの感じ方がありますしやってない人はやってない人なりの感じ方ってあってそれはあの誤差があってもしょうがないと思いますしだからこそ逆にやってない人とやってる人とのコミュニケーションとか会話とか対話の場があったりもすると「へえ俺はこう思ってたけど、うん あなたはそう思ってたのねみたいな感じ意見交換できるのが一番いいと思うんですよね <laughs>。今更楽器できる人が楽器できなくなることは不可能なので感じ方って変えることできませんしね <laughs> あの今からね楽器できない人が楽器を取得するまでも時間かかるので楽器やってる人の気持ちになる楽器やってる人の視点を得るっていうのはなかなか難しいと思うのでそれぞれ自分が持ってない感性の人同士の意見交換して「へえこういう考えもあるんだ」っていう方が 効率的というかね有意義なんじゃないかなと私は思っていますのでねだから別に楽器やってる人とやってない人同士の意見が合わないから全然コミュニケーション不可能とは全然思っていませんねむしろそういう人の意見聞きたいですよね全然私と違う視点を持ってる人のねへえそういう考えがあるんだなんて逆に思いたかったりも私はしますよね。ただ楽器をやって 知てたことがある側の視点がどういう視点なのかもうちょっと自分のことを話しますとですねやっぱり楽器のための演奏っていうのもあったりもしますはっきり言ってやっぱりミュージシャンっていうのは何か常に新しいことをやりたいと思っている人が多いんですねまあ別にそう思ってないいつもの通りでいいさと思っている人ももちろんいるしそれもミュージシャン次第なんですけれども何か昨日の自分より新しい表現手法を身につけたいというか昨日の自分よりもっと進んだ 道に進みたいみたいに思ってる人も中にはいるわけですよ。そういう人って結構テクノロジーに敏感だったりとか新しい手法に敏感だったりもするんですよね。例えばあのマイルスデイビスだってヤマハがこう DX7 というようなシンセサイザーをね発表していた頃なんですけれども新しいドラムマシンだったりとか新しいシンセサイザーデジタルシンセサイザーの楽器 日本一みたいな楽器の発表会みたいなところに結構マイルスは通ってたみたいですよねそれで鍵盤1個押すだけでピーポーピーポーとかシュッシューって「これはすごいな機関車の音が出るぜ」ってこれをなんかの曲に入れるかなんて言ってたりもするみたいなんですよねあとリズムボックスあのドラムマシンとかをいろいろ打ち込んで結構複雑なパターン叩けるのを見て喜んでこのシットがあればこのシットねこれがあればねこのシットがあれば。 ドラムはいらねえなあみたいなねことをね <laughs> 言ったりもしてたらしいので常にこう自分のね新しいテクノロジーをじゃあこの自分の音楽の中にどう取り入れようか取り入れまいかとか取り入れるとしてはどうやってやるべきなのかっていうようなことは常にこう考えていたみたいですね。結果的に使わないかもしれませんしまあ使ったりもするかもしれませんし使った結果滑ったりすることもあったりもするんですけれどもやっぱり表現意欲にあふれている人っていうのは何か 新しい音とか新しい楽器だったりとかあるいは奏法とかもねそうですよねあの誰々が吹いてる奏法っていうのは結構この新しい奏法だユニークな奏法だよねっていうとちょっと真似して吹いてみたりとかねそういう体質のミュージシャンも結構多かったりもしますよね。私の場合も <laughs> あの高校時代お小遣いとお年玉貯めてシンセサイザー買ったんですけれどもねなかなか奇妙な音が出てくるわけですよ。でその奇妙な音に触発されてこの音がかっこよく聞こえるメロディーとか曲を作ってみようと思ったりもするんですよだから曲ありきで音色じゃなくて音色ありきで曲を作るっていうねこともよくやっていましたよね。この ネイドだと音の立ち上がりが遅かったりとかあのベロシティとかねそういうアタックとかいろいろ調整するのあるんですけれどもそれを活かすためにはこういう弾き方をしないと駄目だねみたいなだとするとこういう弾き方をするためにはこのテンポの曲あのこれぐらいのテンポじゃないとダメだよねじゃあメロディーはこういうメロディーだと奇妙でいいのかななんて思ったりもしながら本当に機械に支配されてるとやればそれまでかもしれませんけれども。 先先にに音音楽ああありりりりききでではなくて先に音ありきでやっったたすすることもあったりもしますよね例えばあと YMO とかもそうですよねあのテクノデリックっていう世界で初めてサンプリングを使用したあのアルバムがあるんですけれどもそれはあの松崎秀樹っていう方がですね、まあ、YMO のもう第4のメンバーと言われていた、まあ、コンピューターオペレーターの方なんですけれどもその方が本当に。 1>, 1秒か1秒にも満たない短い音をサンプリングしてそれであのサンプリングしたっていうか録音した音でこうキーボードで弾けるような手作りのマシンを作ったんですよね。そしたらあの まあ音程はつけられないんですね今だと例えばあのおならの音ブッっていうのをサンプリングしたらブー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 ブ,ーブ,ーブーって音あの <laughs> 音程つけられるんですけどまだまだ手作りだったのでこうあって録音したらあのあああああって音程はつけられないんですけどそれをあのキーボードシンセサイザーの鍵盤でやるとあああああああみたいな感じでこう 録音音した音をサンプリングした音でこう弾くことができるようなマシンを作ってそしたらですねもうメンバーとかそういうスタッフとかもスタジオ中の,この椅子の音とか机を叩いた音とかもうスタジオ中には灰皿叩いた音とかいろんな音をですねこうサンプリングしまくって音楽になるかならないかということもやったりもしてで結果的にまあ例えばあのアシスタントの人がたまたま朝。 あのいい音を取ろうと思って朝か夕方か忘れましたけど川崎かどこら辺工場地帯の工場のギ「ギーガタンギーガタン」っていう音を録音したんですよねそれで「お前何やってんだ」って怒られたみたいなんですけど急いで逃げ帰ってきてそれでスタジオであのメンバーに聞かせて「お前いい音取ってきたな」みたいになって確か坂本龍一だと思うんですけどで坂本龍一がその「ギーガチャン」 ギーガチャンギーガチャンっていうね音のサンプリングの繰り返しに合わせてプロローグとエピローグっていう曲をすぐに作ったみたいなねだからネイドから触発されるそれテクノロジーから触発されて音を作るっていうことはあったりもしますし それが結構こうミュージシャンならではの思考パターンっていうのはあったりもしますよね。でもそういうとどうもテクノロジーのための音楽かよって思われるかもしれませんけれどもご存知の通りもうテクノデリックっていうのは確か1981年かなに録音された作品でもうちょっとでもう発売されて発表されてから40年近く経とうとしてるんですけれども他の音楽 YMO の真似して出てきた音楽家たちの音楽はどんどん陳腐化して古びてきているんですけれどもやっぱり テクノデリックっていう作品はもう時代を超えて今なお数十年経っているのにまだまだ優れた作品としてむしろ逆に時代を経たからこそその あのその背後にあるねあの <laughs> テクノロジーの目新しさとか当時のねそういうのを飛び越えてそのテクノロジーの深くあのもっと先にあるユニークなユーモアが,ユーモアがありかつ音楽性の高いメンバーたちのセンスが音を介して出てくるということはあったりもするんですよね。なのででやっっぱりりあくまでこう手法だったりとか 技法だったり機材テクノロジーっていうのはその奥にある人間性を表出させるための媒介なんですよねだからかえって当時のテクノロジーが今で思えば古いテクノロジーで結構陳腐な音もあったりもするかもしれませんけれどもかえってそんな陳腐なテクノロジー機材でも今なお生き残っているのっていうのは その音色の目新しさだけではなくて当時最新だけど今古いかもしれませんけれどもその最新の当時最新のテクノロジーを使いこなした人間たちの人間性みたいなのがそういう音を介して浮き彫りになる浮き出てくるからこそ。 伝わってくるものがあるんじゃないかなと思うんですねだから結局のところ、まあ、ジャズもそうかもしれないそうだと思うんですけれどもねそういうピアノとかサックスとかっていうのはそれを媒介、人間性を媒介にするためのメディアでしかないんですよねそのサックスの音の奥にある人間性がどう出ているのかとそういうのをキャッチ できるかできないかなんですよね結局のところは、まあ、どんなに難しいことをやっていたとしてもそこの奥から人間性みたいなものは出てくるわけですよねだからそれを我々は無意識に聞き取っていて良いとか悪いとかエモーショナルだとかクールに聞こえるんだけれどもちょっとユーモラスなところもあるねみたいなことは 別にそれを感じ取れる能力っていうのは楽器をややっっててようががままいいい関係ないことだとだは思いますでそれが証拠にねやっぱりあの楽器のことなんて皆目分からず沈鬥感なんだけれどもパッションみたいなものとかねその表現者のそういう音がドカンドカンとかエネルギッシュとかエネルギッシュじゃないとかそういうのを超えて淡々と弾いていてもなんかすごくムラムラしたモヤモヤしたものが伝わってくるとかねそういうのがあれなんですよね。 人間性みたいなものとか、音楽的モチベーションみたいなのが、ただ単に楽器という媒介を介して出てくると、それをキャッチできるかできないかだけの差だと思うので、まあそういうのっていうのは結構たくさん聴いているか聴いていないかだったりとかもするんですよね。あの一つのことを掘り一つのアルバムを掘り下げて何度も聴くっていうことかもしれませんし、逆にいろんなジャンルのたくさんのすごいたくさんの種類の アルバムを聴くことによって目の前の1枚のアルバムを相対化してこう判断するということもできたりもするので結局は私が思うに楽器をやるやらない以前の問題よりもむしろ感じ取る力をキャッチできるためにはたくさんの種類の音楽を聴く方が音楽を聴く感性っていうのは鍛えられるんじゃないかなと私は思っています。 ということで、まあ、なんかモニャモニャいろいろと話してしまいましたけれども結論から言えば楽器できる人と楽器できない人っていうのはやっぱ感じ方に差はあるっていうのが1位。だけれども 別に無理して楽器をやる必要はないですしあの楽器をやったからといって鑑賞能力が優れているとも思えないとだけれどもやってる人とやってない人っていうのは微妙に視点とか感じ方が異なるのでむしろその感覚をシェアし合った方が話早いんじゃないのっていうことですね。以上が私が感じている楽器をやった方がいい悪い問題に関しての考えです。ままたた考ええ変わるかもししれなないいいいのでその度ははアップデートしていきとと思いますとりあえず今日はこんな感じ 最後までお聴きくださいましてありがとうございました。